え、で、ご意見、ご感想は、ツイッターの方で、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナさんひらがなで投稿いただいたり、DM で、え、あとは、サイトの方にはメールフォームもありますので、そちらの方からいただければなというふうに思ってます。あと、サブスクとかも、はい。有料サブスクにしています。アップルの方ではですね、このマイカーポブティのチャンネル。なんかサブスク、アップル、 増えてるみたいね。去年にも300%増みたいなこと、その有料番組がね。まあアメリカの方はね、結構、なんでしょう。制作会社がちゃんとあってさ、そういうところががっつり作って、がっつり有料でもやってるって感じだからね。まあ個人とはちょっと別次元の話ではあるけどね。ただうちもまあ、確か120円ぐらいかな、月からできますので。えー、まあ私のこの、ホットキャストの 配信の活動。えっ、ー、と、この今、ちょっと動画でも今撮ってますが、これ使うかわかんないけど、リバーサイド FM ね。えー、まあ、こういうやつの有料、えー、とか、<laughs> スコーンの <laughs>、えー、え、代金とかに使わせ、<laughs> 使わねえや。<laughs> それは自腹でやるよ。<laughs> と、あと、ま、あ日本ポトキャス業界の活動とかの、ね、支援とかに使わせてもらえると。あとね、このサブスクもやってるけど、 パトレオンっていうクリエイター支援サイトの方でも、えー、支援者募集しています。あと、えー、ニュースレターですね、サブスタック。こちらの方も、えー、と、サブスクにしていて、サブスクの方だけ読める記事とかもありますが、まあ、ただ誰でも3ヶ月無料で一応ね、どっかクーポンコードあるんですよ。探せば。<laughs> そんな感じでやっております。 あと、パトレオン契約してくれたら、そのサブスタックはね、あの、読めるようにはね、ちょっとね、設定しようかなと思ってますので、ご連絡いただければと。いうことで、えー、と、あと、YouTube の方にも上がってますのでね、これね、音声だけね、よろしくお願いします。ということで、ショート動画も作ってます。TikTok とか、インスタリールとか。はい、そちらの方も、あの、使ってる方は、フォローだけでもしておいてください。ということで、ポドフでした。 では今回シーズン3エピソード29、えー、スコーンの話でしたということでボドルでしたじゃあねーああ蹴っちゃった今ミックスキャストの方を切ってしまいましたがさあ動画ちゃんと撮れてるのかなちょっとね ブラウザーのタブ変えちゃったからちゃんと取れてるか分かんないけど、どうでしょう <laughs> なんかさ、ちょっとアフタートークっぽく入っちゃうけどさ、あ,あ、けど1時間ぐらいだったんだ。ちょっと今回短め。うんと、いやー結構このマイクアップ D はさ、いろいろ調べながらやるようにしてるでしょで、今まあアフタートークに入ってますけども、 ねポトウです。<laughs> これ、ま、音声だけ使おうかな、ここをね。はい。えっ、ー、と、もうさ、私もこの8月で50になったわけですよ。もういい加減、老眼が進んでまして。で、まあ、この眼鏡かけてますが、近眼用の眼鏡でね。で、えっ、ー、と、原稿、まあ、喋る原稿とか、まあ、あとサイト見ながら喋ってますけども、原稿はね、原稿というかそのメモ書きだよね。 えっと、ユライシスというメモテキストエディターアプリでダーッと書いて、それこそ曲名とかもダーッと書いてね、えー、見ながら話してますけども、文字数4750文字とかあるな。そんなにあるんだ。えっ、ー、と、まあ、喋ってますけども、メガネするとぼやけるんですよ。<laughs> もうね、ほんとね、もう老眼になっちゃったなと。まあ、ちょっと老眼来るのはね、奥さんより遅かったんで、 うん、ちょっと気温まあなんだろうな。ほら、近眼の人って老眼ね。細かったりとかって多分あるんじゃないかなと思うんだけど、ね、近眼って近くのものが見えて遠くのものが見えないじゃないですか。で老眼は逆じゃないですか。遠くが見えて近くが、えー、見えない。で、今、この眼鏡もう近眼用なんで、まあ遠くのものがよく見えるようにね、近眼用のね。で、近くのものが 前まではだから近くはよく見えたっていうのが、うんと、この金眼用のメガネをしてるばかりに、近くのものがもう今見にくくて。で、近くのものを見るときにメガネを取るわけですよ。ね、近くのものね。で、今メガネのストロップやってるでしょ近くのものを見るときはこうやってメガネ取って、特にそう、スマホとかもね、近いじゃないですか。で、 遠くを見るときは、もうこれメガネをするんですけど、このね、収録時のパソコンの距離、これがすごく微妙な距離。で、もっと近づければ、このメガネなしで見やすいの。で、かといって、メガネありでも、メガネありだとね、ちょうどいい場所がないのよ <laughs>。ちょっとね、メガネありだと、もうちょっと離れ、 いや、読みにくいな。字が小さいな。<laughs> そう、だからね、この収録の時の、メガネ問題がありまして、<laughs> 原稿が見えないで。本当は一番見えるのは、メガネを取って、結構近づく。うん。これぐらい近づくと、見えるかな。で、行くとカメラ近づき、あ、これ別にその近すぎじゃない <laughs> けど、メガネ取ってこうやって、 <laughs> 見ながらの配信ってちょっと招似だよね <laughs>。いやー、だからね、ちょっとね、原稿問題がありますよ。まあ、このテキストエンターの文字を大きくするしかないのか。けどほら、さっきブラウザーでね、サイトを見たときも、あ、けどブラウザーも大きくできるんだよね、Mac、そのピンチアウトして、ピンチインピンチアウトをどっちん、して、大きくできるんだよな、そういう簡単に。 まあそれをししてやるしかないなんかその辺が辛いね。うん、こうやって調べながらやるのが。もう目がさ、ね。で、こう、ストラップしてますが、メガネの。これあんまり、最近誰も聞かれないんであれなんだけど、あとね、この近くのものを見るときにメガネ取って、で、スマホとかね。で、そうじゃないときはメガネしてっていうことをね、してるんだけど、ちょっと前からね。 で、まあ、スマホで見るとき撮るじゃないで、前まではそのポケットに入れたりとか、まあ、頭の上にこうやって置いてるときもあるんだけど、まあ、ポケットに入れたりとか、上着のポケットとか、ズボンのポケットに入れたりしてたのね。で、まあ、たまにはなんかこう、撮ってそこら辺に置いちゃうこともあるわけよ。で、家の中でもメガネをなくすってことが、まあまああったんだけど、外で電車でなくすってことがあってさ、 うん、で、一回電車でなくして、隣駅に行ったやつを、ね、後から忘れ物のところに行ってさ、JR の見つけてもらって、隣駅じゃないが、隣の市の駅から帰ってきたこともあったんだけど、いよいよ本当になくしたこともあって、で、ポケットとかに入れて外で落としちゃったこともあるのかななんかね、そんなこともあって、実は、ん、えっと、2、3ヶ月で2個なくしたのよ。<laughs> それでもうこれはいかんと思って。で、こう、ストラップ。だからもう、原因としては、近くのものを見るときにメガネを取って、どっかに置いちゃう。あるいはポケットに入れちゃう。とかして、まあ、ポケットだったらまだいいんだよ。どっかに置いちゃうっていうことがね、一番なくなる原因だったの。で、まあこう、ストラップしてさ、メガネの。首からずっと下げとくと、メガネしとくとこう、紐があるからさ、 若干ちょっと、なんか昔のおじいちゃんのイメージはあんだけどさ。けど、正直、このストラップを押し出してから、外でも家の中でも、メガネをなくすことがなくなりまして、効果が絶大なんですよ。<laughs> だからまあ、ちょっと邪魔臭さもあるんだけど、で、最近はね、この、メガネにストラップしてるでしょそれに骨伝導イヤホンをずっとしてるから、 あの、旗から見るとちょっとごちゃごちゃしてんだけど。<laughs> けど、いや、なくさないんで、こうやってとね、もう手放せないです。メガネストラップ。でメガネストラップもいろんな種類があってさ、どうしようかなと思って、一旦100均で試したんだけど、まあ全然これで十分でもあったけど。メガネね、あのー、結構この、原稿。収録中の原稿が一番辛いですね。で、特にこうビデオがあると余計にね、あんま近づけないじゃない。<laughs> ビデオなければさ、これビデオも今 Mac のカメラで撮ってるからさ、なければこうパソコンここガンと持ってきて喋れるんだけど、動かせないじゃないパソコン自体を。自分が近づく。で、ま、このマイクが邪魔なんだよ。<laughs> 邪魔って言ったらダメだけど。マイクとね、その、そこら辺がちょっと悩みです。はい。<laughs> そんなアフタートークでしたね。はい。で、今日本当はさ、んと、まあ、It's Mike Cup of Tea っていうブランドのスコーンの話をしましたけど、これと、 共通トークテーマ、教会のね、えー、アイスの話を一緒にしようかと思ったんだけどね、食べ物つながりとはいえ、なんか全然違う話じゃない実はどう、どうしようとずっと思ったんだけど、まあ、分けるつもりでいたんだけど、共通トークテーマの締め切りがね、近づいてきちゃって、あ、一緒にやっちゃった方がいいのかないやけど一緒にどうやってやるやりにくいなとか思ってね。結局分けます。<laughs> もうここではやんない。うん。その、サウンドスケープとか、そっちの方だったら編集早いから、 そっちでやって出そうと思って。けど今後もその方がいいかな、共通トークテーマは。なんかさ、うんここのマイカップオブティーの番組は、自分が興味があることとか、ちょっと掘り下げて調べつつ話したいっていうことを取り上げたいから、なんか共通トークとか出てくるようなやつ、それこそ、アイスの話そんな掘り、<laughs> 掘り下げようっていう気になってなくて、 <laughs> なんかね、若干負担よね。<laughs> もうちょっとちょっとした軽い話でいい気がするよね。うん、で、ただそれをサウンドトラックでやるにも、うんと、まあ音楽流しながらだから、まあできなかないんだけど、うん、なんかちょっと迷ってたんですけどね。うん、サウンドスケープっていう音環境を取る番組、結構重宝し,しそうな気がしてます。 やっぱ外ね、歩きながらね、音撮ってるのは昔のやり方でもあるし、あの、面白いわ。<laughs> 思ったより面白いわ。はい。ちょっとね、なんか、なんだろうな。サウンドトラックが毎日やってるからさ、毎日で音楽付きと音楽なし配信してるから、内容は一緒だけど、2本ずつ配信してるわけよ、毎日ね。 日本ずつ配信して、で、えー、wordpress.com っていうサイトで、その更新情報もちゃんと載せるからね、なんか3つぐらい更新してる感じなんで、毎日ね。まあまあ、ね、<laughs> あるじゃん。<laughs> で、それがあるからさ、その外歩きでね、収録するサウンドスケープが面白いからっつってもさ、あんまり更新頻度を増やしすぎると、 多分負担になるなと思って、自分をセーブしよう、しつつやってます。ねで、その幸せがこのマイカップフーティも来ちゃってるんだけど、<laughs> こっちやるためにもあんまりね、あんまり夢中になりすぎないようにしないでなと思ってますけどね。で、こっちはね、もうちょっとゲストも増やしていきたいところもあるんですけど、なかなかゲスト収録のタイミングとかもね、難しい部分ありまして。で、この今リバーサイドでやってます。これでね、ゲスト収録すごくいいんだけど、 んとね、月に20ドルだったかな。まあまあ負担で、<laughs> まあまあいいんだけどさ。まあ一回今切っちゃってで、有料版のなんかメリットはトラックが分かれることなのね。で、トラック分かれないのはね、うん、だから全キャスターでやってもいいし、どうしようかなっていう感じですね。あと、なんだっけ。前もちょっと話しました。 ポッドキャッスルこっちもね、あのー、音だけだったら良いのと、ポッドキャッストもビデオに対応し始めたんですよ。でただ、無料版だと、月に3時間までだったかな。うん。だから、月に1回ゲスト収録とかだったら、月に、うん、うん、まあ、全然それでも大丈夫かなって感じだけど、まあ、ちょっといろいろツール併用しながらやる感じになるかなと思います。まあ、ただ、やっぱり今、こうやっても見てても、操作、 で操作感とか、機能、音質、画質含めると、やっぱり、リバーサイドが一番いいような気もしちゃうね。<laughs> まあ、またちょっと流、有料契約するかな。まあ、契約したり、やめたりっていう繰り返しになっちゃうかもしれませんけど。はい。ということで、はい。ポッドキャスト、マイックアップオブティのアフター収録でした。最初メガネかけてたけど、今撮ってるね。よいしょ。 もう一度かけましてはいということで、えー、ポトフでしたでは・ <noise>